カスカベ市梅田付近宮城町役場付近埼玉県道85号カスカベ区期線は埼玉県カスカベ市の国道16号から区期市の埼玉県道3号埼玉栗橋線に至る県道である東武伊勢崎線と並行しておりそれを超える踏切が4箇所あるカスカベ市街地から東武伊勢崎線沿いに南埼玉郡宮城町を抜け 区喜市の埼玉県道3号埼玉栗橋線に至る、並行する東部伊勢崎線との交差が多く、開かずの踏切問題を抱えている。和子駅付近は、福音が少なく、制限速度が30キロメートルに設定されているほか、区喜市内においても、口術の陸橋手前から、わずかに歩道のない狭い区間が存在し、住宅地であることもあり、歩行者や自転車、自動車の通行には、 危険を伴っている。また2012年に埼玉県道146号6万部、区規停車場線がワイパスの建設により上、早見交差点へ接続されたため、川越市、桶川市方面から宮代町方面へ東県道と合わせて一本で結ばれた。区域駅南に位置する踏切は2006年末頃から古千橋の建設が行われ、2011年3月26日に、 開通。これは、東武伊勢崎線と JR 宇都宮線の踏切の間隔が20メートルほどしかなく、鉄道の便数が多い時間帯では相互に遮断機が閉まり、ボトルネックとなっていたためである。久喜駅の東西を結び、センターラインのある道路は、これ以外に、久喜駅北側の埼玉県道153号を去って、久喜線の湖泉橋と、 茎駅南側で本堂を踏切と同様の問題を抱えている指導の踏切が一本あるのみである。東武動物公園駅南に位置する踏切も同様の問題を抱えている。東武動物公園駅にて東武伊勢崎線と東武日光線が合流し、加えて東京メトロ日比谷線が東駅まで乗り入れしているため、便数が非常に多い。この問題を解決するために東武動物公園駅と 姫宮駅の間に線路の下をくぐる立体交差を2007年より建設し2008年11月28日に完成した。また開通に伴いこの踏切北側の五猿における埼玉県道154号ハ田杉戸線の優先道路の方向を明白にするためこの五猿から山崎交差点北側の振動分岐までの区間のセンターラインを廃止し一車線化された。 なお、現在、本堂に並行する東部伊勢崎線カスカベ駅、区駅間にある立体交差は、上記の区域市内のカスカベ区域線、宮城町内の新橋通り、カスカベ市内の国道16号の3カ所のみである。また、前述した区域駅南側に建設された立橋から、区域市、宮城町の境目まで、バイパス道路が整備されたため、旧道に当たる区間は、県道から、 区市宮城町道へ降格されるとともに踏切は閉鎖され、通行できなくなっている。かつてバイパス道路の起点側には、施設があり、本道とは、クランク交差点での接続となっていた影響で、区市方面側の渋滞が頻発していたが、2018年5月24日に、開通した、宮城地下道春日か市宮城町区市都市、計画道路杉戸区汽船、春日か区汽船、 ありがとうございます。